皆さん、こんにちは。日本バレーボール協会は1日、都内で会見を行い、パリ五輪を戦うバレーボール女子日本代表の内定選手12人を発表しました。メンバーは、主将の古賀紗理那選手、石川真佑選手らが順当に選出され、リベロは小島奈美選手と福留さとみ選手の2人、そして条件を満たした場合に交代が可能な13番目の選手には山岸茜選手が選出され、また今年3年ぶりに代表復帰した黒子愛選手は落選し、東京五輪に続く2大会連続の五輪出場はなりませんでした。会見に出席した眞鍋政義監督は、最も遅い時期の出場権獲得になったため、現時点で最強と思える選手たちを選考していく必要があった。選手にはこれまで戦ったメンバーの思いを背負ってパリでは戦ってほしいと話すと、ネーションズリーグで主にリリーフサーバーとして試合に出場し、準優勝に貢献した黒子選手について、黒子に関してはポジション4というところが得意、ネーションズリーグでは2、4、5も全部やってもらった、サーブのコントロールが良くて日本のために活躍してくれたと敬意を示し、13人目に選出した山岸選手については、献身的にチームのために働いてくれる山岸しかいないという決断と評価し、続けて、彼女の見えない力は我々日本チームが世界一結束して目標達成するためには必要な最後のワンピースであると説明。パリ五輪はネーションズリーグとは異なり、一度入れた交代選手を戻すことができないことから、13番目の交代選手枠が日本チームにとって最も効果的になる方法をスタッフ選手と共に話し合い検討したと明かしています。またリベロの選出については、日本の女子バレーはディフェンスが生命線ですと明かすと、日本には数多く素晴らしいリベロがたくさんいますけど、福留、小島という2人のスペシャリストを使い分けながら世界と戦っていきたいと話しています。東京五輪では時期でしたが、ネーションズリーグでは主要国際大会10年ぶりとなる銀メダルに輝いた日本女子バレー。眞鍋監督は、選手は最終的にこのネーションズリーグで銀メダルを取ったということが自信になったと話し、スタッフと選手で話をしながらメダルに挑戦したいとパリ五輪へ目標を掲げています。さて、そんなメンバー発表を受けて現在話題となっているのが黒子愛選手の落選。黒子選手は東京オリンピックでエースとして活躍し、その後一時期代表から離れていましたが、今年5月から3年ぶりに代表に復帰していました。しかし最終的なパリオリンピックのメンバーには名を連ねることができませんでした。黒子選手の落選理由については公式な発表はありませんが、いくつかの要因が考えられます。まず、黒子選手は東京オリンピック後に心身の不調から1シーズンを休養していました。その後徐々にコンディションを取り戻し、今年の代表復帰につながりましたが、完全な状態まで戻りきれていなかった可能性があります。また黒子選手が離れている間に他の選手たちが成長し、チームの戦術や連携が変化していった可能性も考えられます。さらに黒子選手のポジションであるアウトサイドヒッターには、主将の古賀紗理那選手や石川真佑選手など実力のある選手が揃っています。限られた枠の中で監督やコーチ陣が総合的に判断した結果、黒子選手が選出されなかったのかもしれません。黒子選手と他の選手たちとの関係については特に問題があったという情報はありません。むしろ3年ぶりの代表復帰時にはチームメイトたちも黒子選手の復帰を歓迎していたようです。黒子選手自身も代表復帰時にチャンスをいただけて嬉しいと語っており、前向きな姿勢で臨んでいました。ですので今回の落選は黒子選手にとって大きな衝撃だったことでしょう。東京オリンピックでエースとして活躍し、一度は代表を離れながらも復帰を果たした黒子選手にとってパリオリンピックは大きな目標だったはずです。その目標が叶わなかったことは選手としても人間としても大きな試練となるでしょう。ただこの落選が黒子選手のキャリアの終わりを意味するわけではありません。黒子選手はまだ26歳とバレーボール選手としては十分に若く、今後の活躍が期待できる年齢です。この落選を糧に
さらなる成長を遂げる可能性も十分にあります。今後の黒子選手の動向については、まずは V リーグでの活躍が期待されます。所属チームの埼玉アゲオメディックスでプレーを続け、さらなる実力向上を目指すことになるでしょう。また日本代表としても今回のパリオリンピックのメンバーには選ばれなかったものの、今後の国際大会や次のオリンピックサイクルでの復帰を目指す可能性もあります。黒子選手の強みは180cmの高身長から繰り出される強烈なスパイクと相手を惑わす巧みな軽打です。これらの武器を磨き上げ、さらに進化させることで再び日本代表の座を勝ち取ることも不可能ではありません。また黒子選手はこれまでの経験から精神面での成長も期待されます。東京オリンピック後の休養期間や代表復帰までの道のりは、選手としてそして人間として大きな学びとなったはずです。これらの経験を生かし、より強靭なメンタリティを持った選手として再起を図ることができるかもしれません。黒子選手の今回の落選は日本のバレーボール界にとっても一つの転換点となる可能性があります。黒子選手のような実力者が選出されなかったことは、日本代表の層の厚さを示すとともに世代交代の流れを感じさせます。若手選手たちにとっては自分たちの活躍次第で代表の座をつかめるという希望にもなるでしょう。一方で黒子選手のような経験豊富な選手の存在はチームにとって大きな財産でもあります。今回の落選が将来的に黒子選手がコーチや指導者としての道を歩むきっかけになる可能性もあります。選手としての豊富な経験と挫折を乗り越えた経験は後進の指導に大いに活かせるはずです。黒子選手の落選はバレーボールファンにとっても驚きであり、残念なニュースかもしれません。しかしこれはバレーボール界全体にとって新たな可能性を示すものでもあります。黒子選手の今後の動向に注目が集まるとともに、パリオリンピックに向けた日本代表チームの成長と進化にも期待が高まります。黒子選手自身もこの経験を前向きに捉え、新たな目標に向かって邁進することが期待されます。選手生活を続けるのか、あるいは新たな道を模索するのか、黒子選手には結婚や子供の噂もあります。ただ現在結婚はしておらず、もちろん子供もいません。結婚や子供が噂になった理由は全部で3つあります。それぞれ詳しく見ていきましょう。1つ目の理由は東京五輪後に休養を発表したからです。黒子愛さんは東京五輪の2021年9月27日に休養を発表しています。この休養に関しては体調不良により休養としか発表されず、それ以上の詳しいことは報道されていません。五輪後の突然の休養で結婚や妊娠の噂が広まった可能性がありますね。2つ目の理由は結婚と妊娠で引退した選手がいたからです。過去に大友愛さんは2006年1月の23歳の時にビーチバレーボール選手の山本達夫さんと結婚しました。同時に妊娠して一度現役を引退しています。黒子愛さんも24歳ということで、当時の大友愛さんのように結婚と妊娠をしたのではないかという噂が広まったのではないでしょうか。ちなみに大友愛さんは2012年3月に離婚し、2013年8月に柔道家の秋元博之さんと再婚しています。3つ目の理由は木村沙織さんが結婚して引退を発表したからです。木村沙織さんは2016年12月31日に元インドアバレービーチバレー選手の日高裕次郎さんと結婚しました。その後2017年3月に現役を引退しています。2016年のリオデジャネイロのオリンピック後の引退ということで、五輪後の引退、結婚という噂が広まったのではないでしょうか。いかがでしたか。今回は黒子愛選手の落選についてご紹介していきました。この出来事が日本のバレーボールの未来にどのような影響を与えるのか、今後注目が集まります。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残していただけると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。